特集です。新型コロナウイルスの感染急拡大が続く中、10歳未満の感染者も目立っています。多くの子どもが集まる教育現場では様々な工夫と努力が続いています。県内の小学校は昨日の時点で新型コロナで19校が休校、80校が学年閉鎖、510校が学級閉鎖をしている状況です。学級閉鎖している学校は全体の6割以上に上ります。10歳未満のお子さんたちのまずワクチン接種は進んでいないっていうのは一つあると思います。でもう一つは現場では密にならないようにするっていう努力はされているとは思うんですけれども、それでもどうしても避けられない部分というのは学校を運営していく上では当然あることなので、やはり感染者が増えれば当然学校での感染っていうのも増えてくると思います。教育現場を維持しながらどう感染対策を進めるか、戸田市立宮本小学校は教員のアイデアを取り入れて対策を進めています。アイデアを採用した対策の一つが、児童の体調管理に使っているこのカードです。表が青、裏が黄色になっていて、体調が良ければ青、熱がなくても花粉症などの症状があれば黄色を示します。毎朝校長などが昇降口に立ち、一斉に来る子どもたちの健康を瞬時にチェックし、黄色のカードを掲げている子どもには声をかけ、その場で確認するようにしています。水野さん、あ、大丈夫だね、はい。また教室でも担任が体温などを確認し、普段より高ければその場で体温を測ってダブルチェックしています。もう一つは体育の授業で使われているこのテープです。1年生は運動の一環として以前は鬼ごっこをしていましたが、ソーシャルディスタンスを取るため2メートルのテープを奪う内容に変更しました。いつどこであってもおかしくないっていうふうな危機感をどの教員も持ちながら日々指導に当たっていると思います。こちらは1年2組の音楽の授業です。じゃあ一緒に行きますよ。聞こえる？小原さん聞こえてます？はい、一緒にやりましょうね。感染が心配な児童はオンラインを活用して自宅から出席しました。お家でも教室と同じように勉強できるように、なるべく同じことができるようにっていうところは気をつけています。ずっと見てるばっかりにならないように手を挙げてもらって発言してもらったりっていうことも行っています。このほか授業で使用するタブレット端末の消毒や休み時間の後の手洗いなどは欠かしません。いただきます。給食の時間は感染リスクを下げるため去年から黙食のスタイルを取っています。全員が同じ方向を向いて静かに食事します。給食の時だけがマスクを外す時になっていますので、その時は絶対に声を出さないということで、最初はもう注意するのもとても心苦しいというか、本当だったら賑やかに一番楽しい時間だと思うんですが、今は一番危険な時間になっていますので、そこは徹底して学校中で取り組んでいるところです。また専用のフォームを用意し、登校を自粛したい場合に保護者が当日の朝までに入力すれば学校側に欠席を伝えられます。こうした取り組みの中には、全校児童が300人ほどの規模だからこそできるものも多いと藤川校長は話します。本校は本校の規模でできることを精一杯やっておりますし、おそらくは昇降口がいくつもあったり、1000人を超えるような学校であったりしたらまた違う感染対策をされていると思うので。一方、最新の注意を払って感染対策を講じていても、
学校での感染を完全に防ぐのは難しいのが現状だと専門家は話します。入ってくるか入ってこないかっていうことは、ある意味学校側での予防策ではどうにもならない。周囲の大人の人たちがいかに感染を子どもたちに広げていかないようにするかという予防行動がとても大切だと思います。収束の兆しが見えない中、家庭や学校でできることは。新型コロナウイルス感染症の感染経路というのはほとんどが飛沫感染です。ご家族以外の方とお話をするときには必ずマスクを着用していただくといいと思います。強いてあげるなら、やはり冬になりましたので換気は夏ほどはできていない可能性があると思います。大きく窓やドアを開ける必要はありませんから、常に窓やドアを10センチ程度でいいと思いますので、できれば2箇所開けていただいて空気の流れを作って換気条件を良くしていただく、この2点ですね、最も重要だと思います。教育の質をいかに下げずに感染対策を講じるか、教育現場の模索は続きます。